せはうなじんじゃん。はい、今シーズンの黒姫高原スノーパーク、オープン日は、12月20日木曜日予定しております。今年もイベント盛りだくさんで、いろいろバレンタインの時の企画であるとか、豆まきの時に、イベントを企画したりとか、ほぼ、週替わりでたくさんのイベントを予定しておりますので、詳しくは黒姫高原スノーパークの、ホームページをご覧になってください。信濃町町民の皆様も、ぜひ黒姫高原スノーパークへお越しください。お待ちしております。